じゃっじゃっ、はい、はい、どうも。達川さん、シャー、はい、シャー。優勝するには、はい、やっぱりいいキャッチャーっていうのは条件じゃないですか。条件ですよ。まあやっぱりこう坂本がねいたり、でオリックスだったら若月森、まあこういう人たちがしっかりリードし、やっぱり扇の要としての威厳を発すると、その中で最近のその、まあ、例えば、広島の坂倉、昨年からキャッチャー1本でっていうようなね、ことで、どうですか、成長度合いっていうのは。あのね、彼は井端がアンダー23の監督で、まあ、オーバーエイジで選ばれて、他球団のピッチャーを受けて、昨年のオフ、いろいろ話したんです、ちょっと会う機会があった、ものすごい自信になったと。やっぱいろんないいピッチャーの球を受けるとね、やっぱりすごい勉強になる。なるほど、で取るのがちょっとやっぱ自信がなかったんだけど、取れた、やっぱりだからそれぐらいもう僕らもオールスターも、まあ、何回も出てますよね、出てるんだけど、やっぱり初めて受けるピッチャーでも、まあ、簡単に取れましたけど、やっぱりキャッチャーってねキャッチングなの、キャッチング、これね面白い話があるんだけど、山本っておるじゃない、東の恋人 DNA、めちゃくちゃキャッチング下手なかった。下手、これは出しちゃいけんなと思ったけど、みるみるうちに良くなった。だからまあ東で自信をつけながらで、エスコバーで完全に自信喪失したんです。その時ね、戸柱か今の伊藤光が出てたの、で途中から山本が出たの、どっちかにピンチヒッター出て、で追いついて、で田中康介の時にノーアウト一塁になったので、エスコバー出てきたの。3球連続スライダーをパスボール、前も話したけど NPB のパスボールの球種、分かるね、スライダーね、左の、そうそうそう、だからこう結局こう構えて、古田がまあこういう構えにしだして、みんなこういう取り方するんだ、ここまでは取れる、だからここから左がこう来て、ここ過ぎたらこうなる、だけどここまで取れるんだ、それ以上行ったらこうならなきゃいけない、なる、でこうなる、でそれにならなかったの、でノーアウト一塁で送りバントの構えして、まあどっちかわからんのでスライダーない、パスボール、取れなくて、それでランナーにワンボール、またバントの構え、またパスボール、ツーボール、またスライダー、今度はパスボール1点で逆転、それでエスコバはもう怒ってベンチ帰って、グローブもったいないぐらい壁ぶつけて、肩壊したんじゃないか、お前2軍に行ってなるほど。でそれから山本井の注目してみたら、上手になってるね、うまくなりましたよね、ワイパーになってる、それまではなんかこうこんなの壊れたワイパーだったけど今は綺麗なワイパー、やっぱりワイパーが大事なの。この前明徳の選手に、広島に来てたから、キャッチャーで一番大事なのはこういうふうにセンスのようにして飛ぶんだよ、そしたら今のセンスって分からんのよな。あ、そうっすか。うちは分かっても、センスなんかないじゃない今、まあ、ないっていうかあんまり見かけないですね。豊かな時なんか着物着たお嬢さんがセンスこう出したりとか、ね、落語家の人がセンス出してこうしたりしよったよ、まあ、蕎麦食ったりとかね、そう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 、そばやな、うどんはそうなんですか、うどんとそばの違う、やっぱり音が違う、あるね、ある、そうですね、うどんはそんな感じです。そば、私落語家になろうかと思ったから、なれたでしょうね、そば屋のね、お姉ちゃんでそばするときに、はい、大将、ざるそば、それがそばなんですか、うどんは、はい、大将、うどん、あんまり変わってない。いやいや、多分、まあそれはちょっと違うのよ、そばとうどんの違いがあるのよ。まあその違いが分からんから、わしが落語家は諦めた。なるほど。お前に、あ、分かります言われてたら、落語家今からなるよ。いや、それは分からんの。敗者復活。もうやめてたけど、解説者の方が絶対向いてます。それで、話はそこから行って、センス、分からんから。あとは、馬淵監督、年一緒なんで、生徒に、ワイパーだよ、ワイパー。あ、ワイパー、わかる、なるほど、ワイパーだから車のワイパーね、車のワイパーこうなるよ、ほいほいほい、まあこんなのも意味はないですけどね、普通こう
両方でこう同じ動きしますけど、いやまあまあワイパーね、ワイパーね、はい、でワイパーでこうできた、はい、だったら今山本できるようになった、そしたらバッティング良くなった。やっぱりね、キャッチャーで一番大事なのはキャッチング、うん、だからキャッチャー、キャッチングの一番うまいキャッチャーって誰ですか、セ・リーグパ・リーグ通して。まあだからワンバウンド捕球とかそういうのでこうパシッと取るのうまいのは、まあ、回がうまいけど、あのフレーミングいてどっちでもいいボールをピシッと取るのは坂本が一番うまい。あ、やっぱそうですか。坂本うまい。坂本はね、あの見せる、アンパイアに、あのわしらは少年野球を教えるとしたら、自分のやりやすい構えせよと、その次はあのピッチャーが投げやすい構えぞと、その次はアンパイアが見えやすい構えにするんぞと、こういう、うん、それは大概みんなやめない、うん、だけどプロ野球になるとそれが逆転するの、うん、一番大事なのはアンパイアが見えやすい、はい、次がピッチャーが投げやすい、そして最後はキャッチャーが取りやすい、うん、これ少年野球から教えてみ、すいませんが明日からやめさせてくださいって言うから。なるほど、うん、だからそういう感じで、あの坂本はね、身長があんまり大きくないだろ、はい、足もあんまり長くないから、はい、例えば比べたら悪いんだけど、大城はまあ大きいじゃない、だからもう座った時点でこれだけ違うのよ、うん、高さが。なるほど、うん、だから低めの構え方でもご丁寧にこんな見せる必要ない、キャッチャーこうやって見せるじゃない、芯を見せなさいって昔の指導者言ったけど、見せんだってあんたこうやってミットこうされたらミットのここら辺投げるじゃない、ね、低く投げるんじゃないと思うじゃない、そういう構えでいいの、うん、でキャッチャーなんてこうやってやるから取れんだけど、顎出しな、顎出したらこう低め構えられる、顎をこういったら顎をこうしてこうしたら難しい、まあ、顎とこうやったらいい、やってごらん、顎と出してみよう、ちょっと顎を上げて、あの、まあ、手こう上げてごらん、簡単だろ、顎を締めて上げてみ、ものすごいしんどい、まあ、やろ、ちょっとしたねコツなのよ。坂本は、うん、昔のキャッチャーでいう誰タイプなんですか。まあ古田がああいうお尻をベタッととして取ってたよな、うん、だからまあ中村武史とかああいうやつもでかいけど低く構えてたよね、うん、昔のいたらね、どんなのかな、比べようがないけどね、体の大きさも違うし、うん、まあ、中尾なんかも低かったよね。そうですね、うん、昨年ね、うん、SNS とかで論争が起きてたのが、うん、阪神の坂本か、うん、巨人の大城かっていう、うん、まあ、例えばベストナインだとか、うん、ゴールデングラブとか、うんうん、もうものすごく論争になってたんですよ、うん、辰川さんどう思いますか。だからゴールデングラブ賞はそれはもう坂本で取ったじゃない、実際、はいはい、で大城はやっぱりアドバンテージはバッティングがいいから、まあそうですね、ベストナインはその守りと打つ方を両方で合わせるから、はいはい、まあ、大城で、まあ、そうなるわな、論争というよりも、まあね、キャッチャーだけだったらやっぱ坂本の方が全然上です。だからやっぱりピッチャーもいいけどな、うんうん、だから大城もね下手じゃないんだけど打たなきゃいけないいう気持ちが強いのよ、うんうんうん、あの坂本はやっぱり2対1だの3対2とか1点差のゲームだから、まあ、どちらかというとあの守りに重きを置いとるわけ、はい、で大城あたりは 6,7 番打ったり 5,6 番打ったりするからバッティングにちょっと結構あの首脳陣が期待してるから、うん、打てなかったら次の回必ず点取られるチャンスで、やっぱりこう意識で変わるっていうことですね、キャッチャーも。そうそうそう、うん、意識の差が結果の差いてね、まあ、まあそうですね、目標ありで結果ありというようなね、はい、俺は遠坂エリが言ったんだけど、はい、レスリングの、はい、どうでもいいわない、いやいやそんなことない、さっと流すの、いやいやそんなことない、そこほーっとこう来るとこじゃない、食いついとこじゃない、大体がなるほど、あの、うん、キャッチャーのベスト5を挙げると今、うん、ベスト 5? 今ベスト5いったらちょっと難しいな、まあ、例えば海外いたりだとか、